はいどうも皆さんこんにちは、ツンツンです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。というわけでですね、新年、一発目ですね、紹介していきたいのはこの聖国デッキでございます。聖国がですね、新パックでですね、この収集の聖国印っていうのがね、仲間に入りました。でこいつ打天使の追放みたいな感じで、聖国を1体ね、好きなやつ、何でも手札に加えることができます。しかも単一制限ないっていうね。でそれでまあパーツ揃えていってワンキルしていくみたいな感じのデッキになります。で今回コンセプトとしてこいつトフェニドラゴンを、高校で、出していって召喚権使わずに展開していくみたいな感じで考えてます。で仮に局所を引いてなかったとしてもアバヨがあるので、トフェニドラゴンとかを一発なんか妨害食らってもアバヨで戻してもう一回展開みたいなっていうところをね、目指してます。でウィンダー入れてます。これね、最初先行用の札としてまあなんか入れようかなと思って、ドキューあるじゃないですか、聖国版のドキューみたいなのが新しく追加されてるんですけど、それ入れたらまずそれはちょっとモンスターがね後続次作りづらいなと思って、ちょっと微妙やなと思ったんですよ。で次清掃とか入れて高校に特化してみようってなったけど、それでちょっと先行弱すぎると。でプラスこのデッキってクリボールに結構弱かったんですよね。やってみたらエクシーズ2体並んで殴るんですけど、クリボール一発で守られてそっからワンキル返されるとか割とあって、それ嫌だなと思ったんですが、ウィンダがいれば横にウィンダ並べてクリボールもケアできんなってなって、あ、じゃあこいつがいっちゃう、なんか先行でも使えて後攻でも使えていいかなと思って入れてみました。じゃあですね、動かし方とかはまあ口で説明するよりも多分リプレイで解説した方が早いと思うので、ちょっと今からリプレイやっていきたいと思います。リプレイ2発やってランクマこのまま行って、でまあどれぐらい回るのかみたいなとかをね、実際実感してもらおうかなと思います。でまずなんですけれども、こっちこんな感じのハンドで、これワンキルハンドですね。はい、もう局所大好きって感じです。で相手がテラナイトで、テラナイトも強化されて強いよね。でウヌク出てきて、でベガ落として、でバトライムス出します。でバトライムス効果でエクシーズ素材1個取り除きつつ手札1枚切るとデルタテロスになることができます。でデルタテロスプラス1伏せターンエンドみたいな感じの盤面を作ってくるんですよね。でまず局所でご挨拶していきますね。はい。で召集の、ごめん、収集の、召集の聖国印使ってトフェインドラゴン出していきます。でこれがまあ、サイドラですわ。相手フィールドにモンスターがいて自分フィールドにいないとき特殊召喚できるんですよ。でこの私有ドラゴンっていうのはモンスターをリリース、聖国モンスターをね、リリースして特殊召喚できます。でさらにこのトフェインドラゴンはリリースされたときに効果発動です。こんな感じでよいしょと、バニラをですね、通常モンスターをデッキもしくは墓地もしくは手札からね特殊召喚できます。これでレベル6の、ラブライブドラゴンちゃうねんな、ラブラドライドラゴンを出していきます。でこの2体のモンスターでオーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚で出していくのはランク6アトムスでございます。でアトムスの効果発動、エクシーズ素材1個取り除いて、デッキからドラゴン族を1体特殊召喚できます。でまあ何でもいいんでトフェインドラゴンを取っていきます。でトフェインドラゴンをさらにリリースしてシュードラゴンを出します。単一制限ないですよねこいつら。でまたはいレベル6の、モンスターを出していって、で、トレミス出します。ドレミスやったっけな、トレミスやね。でトレミスはエクシーズ素材1個取り除いて、モンスターを手札に戻す、まあバウンスですね。でエクストラデッキに戻すと。でさらにウィンダ出して殴って殴って殴って勝ちみたいな感じの盤面の作り方になります。これがまあ理想的な動きやね。あでごめん、アテムスだけ、アテムスとボルカザウルスだけ効果使ったターンって殴れないんですよ。で殴れない時どうするかっていうと、ガイアドラグーンっていうねエクシーズモンスターがいて、そのガイアドラグーンを、重ねることによってですね、ガイアドラグーンで殴るってことができるんですよね。でそれでやっていきます。まあ多分普通に次ランクマやるときに説明できると思うので、その時にねガイアドラグーンの動きについては話していきたいなと思います。でここ局所打ちます。でこれ見てもらったら分かるんですけど、不純物が2枚引いちゃってて、でこの2枚がまあ、2枚しかないんですよ聖国が。ってことは展開が途中で止まっちゃうんですよね。ではい、まずトフェインドラゴン特殊召喚、まあ、サイドラですねできます。でネフテドラゴン出します。でこうやってねトフェインドラゴンの効果によってリリースされたのでバニラを出していきます。でここでレベル5のモンスター2体でですね、オーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚ボルカザウルスです。でさらにここウィンダ召喚、ここが清掃とかそういうモンスターじゃなかったらこれワンキル届かないんですよ。でもウィンダだからワンキル届くんですよね。
で、じゃあここのモンスターが攻撃力あったらどうするのっつったら、ボルカザウルスって効果あって、エキシー素材1個取り除いて相手フィールドの表側モンスター1体を破壊できるんですよ。で、半分のライフダメージを、攻撃力の半分を相手ライフに与えます。その代わり殴れないんですけど、ただ、その後にこいつですね、ガイアドラグーンっていうのに乗せ替えます。ガイアドラグーンがあのランク5、ランク6のね、エキシーズモンスターの上に重ねて、自身をエキシーズ召喚できるんですよ。モンスターがいなくて単純に、はい、じゃあポンって上に置きますみたいな感じで出せるんですよね。それが強いと。だから表側表示のやつはボルカザウルスで、破壊するみたいな感じです。で、裏側のやつはこのゼンマイオが一応ワンチャンいけるって感じです。これはね、フィールドにセットされたカード2枚を破壊なんですよ。だから自分のなんか局所とかも伏せないといけないんですけど、その場合は。で、それで破壊する感じだね。で、一応ネフテドラゴンが手札かフィールド上の聖国1体リリースして、相手フィールドのモンスター1体を破壊できるんですよ。それで裏側を破壊できたりします。だからこのネフテドラゴンの効果で、場を荒らしていったりとかするんですけど、あとは私有ドラゴンは、手札か場の聖国リリースして、で、魔法トラップ破壊です。なので私有ドラゴンが魔法トラップ破壊、ネフテドラゴンがモンスター破壊みたいな感じだね。じゃあ、この流れでちょっとランクバイって言いましょう。もしかしたらちょっと2連敗ぐらいして終わっちゃうかもしれないけれども、まあまあまあ、手札こんな感じでこうやって動いていくよみたいなところを話していきます。さあ、できたらこのデッキは高校が欲しいですね。ドロー、あー、ドローじゃない、先行か。先行はウィンダー頼みかな。あ、これはね、あの勇気のターンエンドですね。はい。で、っていうか動けねえし、これネフテだよね。これ事故やわ。あ、事故った。聖国この構築はあんま事故んないです。でも俺今回初めて事故った感じだって。ウィンダーでしょ、セットできるの。ウィンダー入り、あとアセットドラゴンっていうのが妥協召喚できて、あのリリースなく出せるんですよ。だ、一応それでしょ。だからウィンダー2のアセットドラゴン3入ってて、で、これで5でしょ。でトフェインドラゴンがサイドラだからそれで3で8でしょ。で、あとはなんだ、これで8でしょ。で、収集の聖国印、これが3で、これも実質好きなモンスター取ってくるから11でしょ。デッキの中に11もあるんだよね。あれ、これでもネオヒュッタからワンキル取れんくね、相手。はいはいはい。え、取れる。ああー、びっくりした、取れねえわ。フェアブリート人、あ、取れるわ。ちょ、俺さ、この前のなんかランクマの企画もそうやったんだけどさ、なんかさ、俺フェイバリットヒーローめっちゃつけられるんだけど、なんだこれ。強すぎ。ちょっと待って、強すぎん。まあ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 、でもこれもね、ウィンダがいれば耐えてるんですよ。だからやっぱウィンダ強えってやつですね。ウィンダがいた時にトフェインドラゴンってサイドラやから、相手フィールドにモンスターがいたら、あ、ごめん、自分フィールドにモンスターいたら特殊できないじゃないです か, だからそこがアバヨと相性いいんですよね。アバヨで、バニールウィンダを手札に戻して、でトフェインドラゴンから展開していくっていう、まあ、そんな感じで、アバヨは採用してます。さあ、じゃあ次やっていきましょうか。ひどいよね、ネオヒュで。仮に俺がクリボールあったとしても、今のアクアドルフィンでクリボールぶち抜かれて、で、フェイバリットヒーローでしょ。えぐいね、あれ。オーケー、高校。じゃあ、サクッと局所ワンキルしたい。おー、ワンキルハンド。これはめっちゃ強い。意味わからんぐらい強いよ。あ、セプター。あ、これセプスローじゃん。セプターでスローネいんのかな。あ、影トカゲか。びっくりした、これスローネかと思ったわ。影トカゲは一応ね、レベル4のモンスター召喚した時にこいつ手札から特殊召喚できるんよ。で、これでセプター、影トカゲね。で、スローネ取ってくる。で、こいつ爬虫類族やから、スローネの効果満たしてない、条件満たしてない。はいはいはい、二風性強いね。はい、じゃあ、局所しまーす。アセットドラゴンいいっすね。局所打って、はい、まずじゃあトフェニドラゴン出しまして、で、私有ドラゴン出すか。私有ドラゴン出しまして、で、トフェニドラゴンがリリースされたので、バニラ1体取ってきます。じゃあこれでこいつ取ってくるか。で、アトゥムスかな。アトゥムスを出します。で、アトゥムスはエクシーズ素材1個取り除いて、よいしょ。アトムスは1個、これバニラ取り除くように注意しましょう。で、ここ出すのがネフテ、言いましたね、ネフテドラゴンを出します。で、効果は無効になってないんですよ。なんでネフテドラゴン効果で
こいつ、アセットドラゴンあたりにリリースして、一体モンスター破壊。で、アセットドラゴンがリリースされた時の効果で、ここはじゃあカースオブドラゴン取ってきましょう。カースオブドラゴン取ってくれと。で、さらに、これね、ボルカザウルス出します。2体のモンスターでエクシーズ召喚ボルカザウルス。で、このボルカザウルスと、こいつ、アトムスはもう殴れないんですよ。本来だったらね。あの、効果使ったら殴れないってあれなんで。でも、ここで、ガイアドラグン。にエクシーズ召喚上に置くだけなんですよね。でここもガイアドラグンなんで、このデッキはガイアドラグン2枚いるっすね。でこの収集員は聖国員は地余り的なやつ、これでワンキルなんで、手札1枚、局所今打ったじゃないですか。でもう1枚不純物だったとしてもギリワンキル届くんですよ。でも3枚引いちゃうとまずいから、ある程度その聖国パーツで固めないといけないデッキやなと思います。でそれでいくとや、で一応でも今のウィンダだったらワンキルなんですよ。だからこれがなんか 0.5 みたいな感じ、不純物でいくと完全な、いらないカードっていうのはこれ今局所2枚とこのバニラ2枚だけなんですよ。4枚なんですよ。4枚中3枚引いたらもうされでって感じやん。だからまあこの構築は割といいと思う。自画自賛じゃあ、最後ラス1いきますか。まあ、フェイバリットヒーローつけられるみたいなすごいやばいこと起きたけど、次大丈夫。あこれね、次サンドラかもしれん。で先行でしょ、21枚。これはね、まあ、サンドラやね。サンドラやから展開しとくかどうかは悩むね。展開してレベル5、レベル5を出してもさ、しゃあなない。やったら、ブラフでセットしとく。いや、これネフテドラゴンなんよ。レベル5のモンスターでね、なかなかいいやつがいなくて、まあ、こうなってんだけど、まあ、それか、相手の打点が2428で52で殴ってくるか。いや、手札次3枚スタート嫌なんだよね。いや、これはターンエンドちゃう。ターンエンドでいいわ。そう、ここがね、これが、ここでウィンダ欲しいんだよ。マジで。そう。まあ、ウィンダ3でもいいのかな、ワンチャンとも思うけど、先行時1枚は欲しいなって感じやから。でも先行はこれ、まあ、全体のデュエルの 50% じゃないですか。で、プラス、全体デュエル 50% プラス、先行時に何パーや ?38% ぐらいかな、多分。にずみのカード引けるのはやったらまあギリ耐えじゃねみたいな感じなんやけど、これはちょっといかれちゃいましたね。雷合流で雷鳥パーンって切ってこうみたいな。だ変えるとしたらその聖国、そうだな、私有、いやでもね、私有ドラゴンは レベル6って結構偉いんよ。6でこのアトムス作れるから、俺は私有削りたくはないんだよね。後続作りやすいから。だから、まあ、局所も削りたくないというか削れないでしょう。いやでもウィンダ2ちゃうか、ウィンダ2か21にしてウィンダ3にするか。いやアセトドラゴンも妥協召喚できるからちょっとあんま削りたくないんだよな。もう一回まあでもこういうデッキやと思うねん俺、聖国は。じゃあラストこれファイナルオブラストよ。いや変えるとしたら1追加、あまあそれかこのトフェイドラゴン1削る感じかな。トフェニ1削ってウィンダ3。トフェニがねマジで高校で引いてたらめっちゃ強いんやけどね。でもその聖国院をさ好きなモンスターのサーチに回せれるんよ。だからまあこの辺の微調整はそのまあ好みによるかな。また先行、まあでもウィンダ引けったら、これウィンダ引けんかったらただのネガキャン。うーわもういやアセと妥協召喚はできるよ。アセと妥協召喚からネフテ出して5を作る。でもそれするとほらもう後続がなくなるんだよね。後続なくなるのは良くない。後続なくなるのは良くない。
ちょ、マジでさ、これでも逆にさ、逆に言っていい？逆に言うとこれ先、高校だったらワンキルよ。あ、ちょ。これ終わったか。アセットドラゴンか。アセット入りからの、これ召喚券使ってるんよ。アセットからネフテ出てくるでしょ。でこれランク5でしょ。でねこれね、あそうだ、聖国戦は、あ8になる。聖国戦はね、こっち側がモンスター出さへんかったら相手きついこと結構多いねん。そう、こうなること結構あんねん。効果使えないからリリースできなくて、あもう最高やね。じゃあもうこれで、じゃあ先にワンキルできないのに展開しちゃったんだったら、これでもう対戦ありがとうございましたですよ。これワンキルできないのにこれやっちゃうとまずいんだよね。じゃあトフェニードラゴン出して、よいしょと、はいよいしょ。これね、ちょっと待ってね、こっち、いやー、55、まあ、アセット出して、いやこうだな、いやリリースするよ、アドバンス召喚します、こうかな。でなんでこうしたかっていうと、ここでまず66を作りたいんよ。でこいつアセットドラゴン効果使えばこの聖国のレベルコピーできるんよ。でアトゥムス出せるんよ。でアトゥムス出すじゃん。でアトゥムス効果使ってバニラ取り除くね。バニラ取り除いて、でモンスター特殊するじゃないですか。まあじゃあこれで私有ドラゴンとか特殊召喚して、でよし、ネフテドラゴンをこうやって特殊召喚するじゃないですか。で私有ドラゴン効果でカースオブドラゴンやね、レベル5やから。でまずネフテドラゴン効果で1枚リリースして、ここ破壊でしょ。でボルカザウルス作るでしょ。ここでボルカザウルス作って、で、ボルカザウルス効果でカースオブドラゴンをポイって墓地に送って、ネフテドラゴン破壊でしょ。でガイアドラグーンを上からよいしょと、よいしょって、あのヘイローさんの真似ちゃうよ。でガイアドラゴンをもう一発よいしょと、これでツインガイアドラグーンでプレイヤーにダイレクトアタック、ありがとうございました。まあ、こんな感じやね。だから高校取った時とかはワンキル性能めっちゃくちゃ高いっす。ただ先行取った時にマジでウィンダ引けてるかどうかみたいな感じだね。まあ、今回はウィンダが引けてなかったから、若干ちょっとなんか先行の弱さがすごい目立ったと思うんですよ。じゃあだからっつって先行で今の、例えばじゃあモンスター展開して、でトラップカード、聖国版の毒球とか構えたするじゃないですか。じゃあ確かに守れるけどモンスターいなくなるでしょ。じゃあモンスターいなくなったら次ワンキルされ、ワンキル取れないよこっちが。そうなると、じゃあそういうリリース系の罠とも俺は相性悪いかなと思うわけよ。でじゃあどうすんねんってなったら、まあウィンダが一番いいんじゃないかっていう感じやね、今のところ考えは。そんな感じです。じゃあね、今回とりあえず聖国叩き台として、まあご紹介させていただいたんですけれども、いかがだったでしょうか。でまたね、聖国こっち側のレシピが強いよとかっていうのがあれば、改めてご紹介はさせていただこうかなと思います。では、参考になりましたらね、ぜひぜひ高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご覧いただきましてありがとうございました。